強火にして油の温度を少し高くする、つかりきらない程度の油で、鱗引きで引いたところで鱗はまず取れませんと。ほうぼうをさばいて、で、唐揚げね、まあ、魚の唐揚げを作ろうかと思います。鱗を落としてさばいてと、まあ、普通のお魚とね一緒ではあるんですけれど、ほうぼうってねヒレの周りに結構この突起があったりして、鱗が非常に取りづらい魚なので、まあ、まずはねこのヒレをハサミで落としてから、鱗を処理していきますと。まあ、ほうぼうはこういった赤いお魚で、ヒレはねこういう青い非常に綺麗な色をしたお魚であったりしますがね、まあ、腹びれもねこう手みたいなベタッとした、まあ、三角形の形をしたお魚で、こうね顔なんかも、まあ、こんな顔をしてて可愛いお魚ではありますかね。ヒレを切り落としましたら、まあ、ここからね、鱗を取っていくんですけれど、基本的にねこういった鱗の細かい魚というのは、鱗引きで引いたところで、まあ鱗はまず取れませんと。まあ、これね包丁で引いてもいいんですけれど、包丁もね、まあ、こういった形で、鱗を落とせるは落とせるんですけれど、包丁だとほうぼうの場合はね落としきることができないので、こういった場合はこれね金だわし、まあ綺麗な金だわしを一つね、鱗用に用意していただいて、でこの金だわしでこすって、鱗を落としますと。金だわしなのでこのねもしゃもしゃっとしたこの繊維がここにヒレが残っているとこう引っかかってなかなか作業が進まないんですよね。なので、最初にこのしっかりめに、ヒレをねハサミで、切って、なるべくね金だわしが引っかからないようにしてから、鱗を落としてくださいと。これどんなに、ヒレをきれいに落としたところで、このね背中の部分、背びれの部分はどうしてもこういった形で金だわしが引っかかってしまうので、まあここだけね、ちょっと気を使って丁寧に作業する必要はあるんですけれど、全体の鱗を落として、それから作業をしてくださいと。で、まあ、もちろんねこれ念入りに包丁でこすれば鱗は落とすことできますので、まあ、手元にね金だわしがないなんて場合は、包丁で作業すれば良いのではないかと。全体に鱗を落とせましたら、今度は頭を落として内臓を描いてと。まあ、ほうぼうってねこの三角形の魚というか、こうお腹をねペタッと地につけている魚で、まあ、普通の魚とはね若干構造が違うと言いますか、ここにねお腹のこの腹びれの真ん中にねここに一個硬い骨が入ってるんですよ。頭を落とす際はまずこの腹びれのこの骨の際で一本包丁を入れて、そこから頭を落としていきますと。こういった形ですね。頭を落としましたら、へそから包丁を入れて、で、内臓ごと頭を引き離すと。そうで、まあこれねほうぼうの特徴の一つとしてこの浮き袋が、挙げられまして、これね浮き袋っていうのはね魚がこう浮いたり沈んだりするために空気を蓄えておく袋なんですけれど、ほうぼうはこの浮き袋が非常に厚くてですね、まあ、釣り上げた時にこの浮き袋の空気の出し入れをして、まあ、グーグー鳴くんですよね。でその鳴き声が、まあ、ほうぼうと鳴いているように聞こえるので、まあ、ほうぼうという名前がついたなんて、言われたりもしますかね。まあ、あとはね魚の語源なので諸説ございまして、ほうぼうで取れる、まあ、どこでも取れる魚なので、ほうぼうと名付けられたんだとか、はう魚が、なまってほうぼうになっただとか、まあ、語源はね、いくつかありますかね。頭と内臓と落としましたら、ここで、血合いを洗い流しますと。血合いを
きれいに洗い流しましたら3枚におろしていきますと。魚体がちょっと丸っこいのでさばきづらそうではあるんですけれど、まあ、俺はねおろし方は普通のお魚と一緒でお腹に包丁入れて、で背中に包丁入れてと、もう手順は、3枚おろしですね。たまにね人によってはほぼね大名おろしでねおろされる方もいらっしゃるんですけれど、まあ基本的には、3枚おろしで、これ片身がおろせればこっちね反対側の身はまあもちろんねこの骨が平らなので、こういった形で、しっかりと安定しますので、見かけほどおろすのは難しいお魚ではないのかなと。でまあ先ほどね名前のまあ方々の語源のところでね、まあ、方々で取れるから方々と名がついたと、言った通りに、まあ産地はね、東北からまあ四国まで、日本中各地で水揚げされた方々がまあ市場には入荷してきますかね。まあ意外かもしれないんですけれど、池の状態、生きた状態の方々もまあ千葉県産なんかはね、市場では流通していたりしますかね。まあ俺もちろん、刺身で食べることも可能な魚ではあるんですけれど、まあ身質はねふわっとした脂の乗った品の良い白身と、いった感じのお魚ですかね。まあ、なので、非常にねお刺身で食べても美味しい魚ではあるんですけれど、まあ今日はね、ちょっとジャンクな感じで、魚の唐揚げを作りたいなと思いましたので、今日はお刺身ではなく、まあ、唐揚げにしてみようかなと。中骨がありますので、骨抜きで中骨を抜いてから、料理してくださいと、身の骨を抜き終わりましたら、適当な大きさに切って唐揚げを作っていこうかと思いますと。まあ方々はねこれ身の特徴をちょっとお話しすると、皮が非常に硬いお魚なんですよね。皮が硬い分、まあ、お刺身で食べる際なんかは皮を引いて食べると思うんですけれど、皮引き自体は非常に、やりやすいお魚ではありますかね。あとねこれね、まあ、身も美味しくて見た目がね赤色で綺麗なので、お食い初めに使われたりもするお魚だったりもしますんで、だからまあ結構ね関東では人気の魚なのかなと。でまあ今回はね、これ皮付きのまま、唐揚げにしていくんですけれど、まあ、ここでね、まあ、こういった感じでね、切り身にしましたら、ここで一度、薄めに下味をつけますと。まあ、下味のつけ方はいろいろあるかとは思うんですけれど、こちらはお酒ですね、あとね、こちらお醤油ですね。まあ大体僕の場合ですけれど、お酒の半分程度を目安にお醤油を加えて方々のこの身を漬け込みますと。まあ人によってはねここみりんを加える方もいらっしゃるかとは思うんですけれど、僕はねなんか揚げ物する際はねみりんを入れると焦げやすくなるので、お醤油とお酒だけで味をつけることが多いですかね。あまり長くつけておくと味が濃くなってしまうので、5分ほど漬け込みましたら醤油から揚げて、で、粉をつけてあげると、5分ほど経ちまして、こういった形でね、味がついているかと思いますので、そしたらお醤油を切って揚げていきますと。粉をつけて揚げていくんですけれども、使う粉は、片栗粉、小麦をねつけてあげるなんて方もいらっしゃるとは思うんですけれど、僕はねこれね小麦をつけるとあのもそもそっとした食感になって、で片栗は比較的ねこのサクサクっとした食感になるんですけれど、唐揚げはねサクサクっとした食感を楽しみたいというのがあるので、小麦粉などは加えずに片栗粉のみで、揚げていきますと。最初にね少し話した通り、方々というのは、皮の硬い魚でもあるので、まあ、これね身の方には、
こういった形で粉をつけまして、皮の方は、粉をねつけずにこういった形にして、揚げていきますと。ほうぼうのこの皮目は素揚げになる形ですよね。ほうぼう揚げていきますと。普通ね揚げ物をする場合はしっかりと多めの油で揚げるというのがセオリーだとは思うんですけれど、まあ、今回はねこれ皮目にしっかりと火を入れたいということで、まあ、このね身が浸かりきらない程度の油で、で皮目だけ先に、火を入れて、その後で全体に火を入れてと、まあ、こうすることで、皮にしっかり火が入って、まあ、皮はパリパリの食感になりますし、身には火が入りすぎないと、いった状態になりますんで、まあ、こんなね、揚げ方もありますよ。揚げ物をする際は、なるべく油に投入したら、触らないと。で、まあ、ここでね触りすぎるとどうしてもこの衣が剥がれたりするので、その点だけね、ちょっと気を使ってくださいと。まあ、ここまで今3分程度ですかね、3分程度揚げますと皮もパリッと、火が入ってくるかと思いますので、そうしましたら、身をひっくり返して、で、全体に火を入れて、唐揚げの出来上がりと。これ油から揚げるだけなんですけれど、揚げ物のねちょっとしたコツとしては、これね、まあ、揚げ物って皆さん、揚げて火が入ったらそのまま揚げると思うんですけれど、最後ね強火にしてこうね油の温度を少し高くする、まあ、そうするとこの揚げた際の、油の切れが良くなったりするので、まあ、これはね一つちょっとしたテクニックとして、覚えておくといいんじゃないかなと、よかったらお試しください。盛り付けは特に難しいことはないんですけれど、あまりね、まあ、お皿にねパンパンに盛りすぎないというのが意外と盛り付けが綺麗に見えるコツでもあったりするので、これを全部こうこの器に盛るとどうしてもねやぼったい盛り付けになってしまうので、まあなんかこうねごちゃっとしているというか、まあ皿のこのね、まあ、6割程度は余白みたいなイメージで盛り付けると、料理は綺麗に見えるのかなと。まあ唐揚げはね油物なので、付け合わせに、まあ、柑橘類だとかね一緒に添えると美味しく食べることできるんじゃないかと思いますので、まあ、今回は、こちらはすだちですね。これはエシャレットですね。ちょっとね一緒に盛り付けるといいのかななんて、本日はほうぼうを使ってね、まあ、ほうぼうの唐揚げ、まあ、ちょっとねいつもとは違った雰囲気の料理を作ってみた感じですね。はい、以上です。